琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。今週はですね、小原さんの新刊、はい、沖縄怪談大全、はい、イニシエからの都市伝説からのお話をいただいてるんですが、はいはいはい、今日は一体どういったお話ですか？今日はね、ちょっと変わったタイトルの話なんですけど、うんうん、塩漬けタンタンという美味しそうですね。まあね、なんか塩漬けのタンが出てきそうですね。タンタン、タンタン麺。タンタン麺とかね。で、これね、女層に伝わってる話なんですけど、はい、あるところにおばあさんがいて、うん、で、おばあさんがね、夜中家から外を見ると、うん、真っ赤な人影が、はい、納屋のところで踊ってると。おー。で、明らかに人間じゃないから、おー、はいはい。で、このおばあさんは、これが何者なのか確かめようとして、うん、ある夜ですね、うん、まあ、その昼間に市場に行って、うん、豚餅を買ってきて、豚餅。はい。で、全裸になって、豚餅を体中につけて、あの真っ赤な人と同じような格好で、その人の中に入ってったらしいんですよ。ちょっとそのおばさんが。そこでちょっとツッコミがあると思うんですけど、まあちょっと聞いてもらって。で、そしたら、まあその、赤いものが歌を歌ってたんですね。おー、はい。よく聞いたら、うん、塩漬けタンタン、塩漬けタンタン、すぬいぬしー、すぬいぬしーって、歌って踊ってたと。おー、はい。意味わかりませんけど、うんうんうん、で、朝になったら、はい、その赤いものは、うん、まあ、家でこう、沖縄の人はスーチカとかつけるじゃないですか。塩漬けの豚肉。ああ、はいはい。その塩を入れてた壺の中に消えてったらしいですね。お、う、ー、ん。で、朝でもなっておばあさんは、はいはい、あ、ここが元凶なんだと思って、はいはい、はい、すぐにお湯を沸かして、うん、沸騰した熱湯を無慈悲にこの塩漬けの壺の中に流し込んだと。すると、次の日から赤い人影は消えてしまいましたというですね。まあ、ツッコミどころいっぱいあるんですけど。満載ですね。もうその最初のおばあさんがかなり引っかかってますけど。そうですよね。そんなことしなくてもね、朝までこう眺めてたらどこに消えるかわかると思うんですけど。ね、なぜ全裸なのかとかね。いろんな問題は多いですが。まあ、いろんなツッコミどころがあるんですけど。なるほど。まあ、面白いのはこの塩漬け淡々という言葉がね。そうですね。その。意味わからないです。その後の言葉なんですか？すぬいぬしでしょ？うん、すぬいぬし。わかんないですね。直訳すると、うん、すぬいはアーサですね。あ、アーサですか？ぬしは、しってのは、聖、神様とか。あー、アーサーの神様ってことですか？わかんないですね。たん、でもまあ、塩漬けの豚の壺から出てきた、聖ですか、それは。精霊ですか？そうです、精霊の聖ですね。どうか。すぬいがわかんないじゃないですか。わかんないです。タンタンもわかんないし。ただまあなんか、楽しそうな民話ではあるんですけど、最後無慈悲に熱湯をかけてしまうっていうところはね、なんか。まあまあ、おとぎ話にありがちな残酷性のあるお話なんか僕らもあの、ね、なんか水道の排水口から汚い匂いしたら、熱湯をかけたりするじゃないですか。ああいうのと感覚的には一緒なんでしょうけどね。なるほどですね。なかなかまあそういう、不思議、面白い話が詰まってるわけですね。はい、そうですね。この沖縄、はい、怪談大全、いにしえからの都市伝説ということで。はい、皆さん、ぜひ、書店の方で手に取っていただければと思います、ね。はい、よろしくお願いします。ボーダーインク社から出ております。はい。今夜のお相手は神崎俊と小原武史でお送りしました。いや、ほんとね、突っ込みどころが多いです。多いですよね。あとね、この、まあ、本には載ってないんですけど、うん、あるおばあさんが、はいはい、まあ、おじいさんと仲良く暮らしてたんですけど、うん、ある日おじいさんが亡くなったんですね、うん。で、なぜかそのおばあさんは、おじいさんを、塩漬けの樽の中に入れたんですよ。なぜに？わかんないですけど。で、ある若者が来て、はいはいはい、塩貸してくれと、うんうん。いやいや、その塩はまずい。なんかおじいさんいるから。で、若者が蓋開けたら、はい、ゾンビになったおじいさんが現れて、わー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 って言って、で、びっくりして、はいはい、おじいさんを
殺してしまったというね、わけわからん民話とかね、あるんですよ、実際。何この話っていう。これでも なぜその話が残るんですかね。変な話だからでしょうね。何が引っかかるのかな。だから。まあ実際あったんですか、やっぱりその。なんか元になるような話あったのかもしれないですね。ね、なんかそう、ちょっと塩漬けの負担なんかあるのかな。よく言われてるのがね。はいはい、はい。まあ、沖縄でクワッチ、ごちそうって呼ばれてるもの、うん、豚肉があるんですけど、はいはい、なんで豚肉食べるか、ね、お葬式の時とかに。うん、それは昔、人が死んだら、はい、その人の肉を形見として食べるという風習があって、お人肉をね。人肉ですか。で、これまあ伝承ですけど、中国の偉い人が来た時に、うん、あなたたちそれはやめなさいと言われたので、豚肉を食べるようになったというですね。中国人は猿の脳を食べますからね、そうそうそう、ね、だから、ね。あまり言われたくないなって。実際こういうのがなんか民話で残ってて、だからまあ、一応そういう風習って、一部のアマゾンのね、人とか、東南アジアであるんですよ、実際に。ああ、まあ人肉を。だから、うん、そういうのあったのかもしれないですね。まあ、そうでしょうね。だから、まあ、それは、まあ、残ってるんですか、人肉を食べたっていうのが。おそらく本当だろうと。おお、残ってる、ね。いろんな民話にあるので。はいはいはい。で、まあ、その時にやっぱり保存するために塩につけてたから、そういう話なのかなという。ことなんですけど。まあ、それで言うと、ちょっとおじいさんの話は繋がりますよね。まあ、まあね。おじいさんの塩漬けっていうのもありますけど。だから、まあ、今、ちょっとまあ、タブー視されてて、こういう話あんまりしたがらないんですけど、うん、まあ、民族学者の人とかと話してると、うん、あまあまあ、その話ね、うん、あるだろうねっていうことで落ち着くんですけどね。うん、まあ、カニバリズムでしたっけ。そうですね。こういうのはまあね、全国というか世界的にもまあ、ある話ではありますからね。うん、ちなみにカーニバルって言葉あるじゃないですか。あ、はい。あの語源カニバルですからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。考えたら、シャニクサイってあるじゃないですか。ああ、ありますね。シャニクサイ。はいはい。あれ英語でフェスティバル。で、日本語には血祭りという言葉があるんですよ。血祭りにあげてやるのを血祭りですか？考えたら怖くないですか、この血祭りって。言葉的にね。ね、血の祭りですよ。何されるかとは思いますけど、そうですよね、お前血祭りにするって考えそうです。だから、おそらく人類ってのは昔カニバル的なことをしてたんじゃないかと。そこからいろんな言葉がね。シャニクサイって当て字ですよね。でもそれでいくと、フェスティバルを日本語に当てた時に、肉を感謝する。弓で撃つんですよ。お祭り？はい。あ、そういう意味があるらしいです。感謝の社でもあるんですけど。いる方の社ってことですか？はい。だから、動物の社肉祭って言葉があるんですよね。はいはいはい、はい。クラシックで、ね。あれ曲にもありますけど、ね、うん。動物に感謝する肉のお祭りじゃなくて、動物の肉を食べるお祭りなんですね。なるほどね。そういうことを考えると、うん、まあそういうカニバル的なことがね、沖縄でもう古代ですよ、太古の昔あったんではないかと。ね、なるほどね。で、もう一つ怖い話すると、うん、沖縄のマジムンで、はいはい、裸の湯、あるいは裸湯と呼ばれている存在がいるんですね、うんうんうん。で、これは何かというと、人間が裸で暮らしてた太古の昔、うんうんうん、まあアダムとイブみたいな話ですよね。はい、その時期に沖縄でこう、まあ日照りが続いて、うん、で食べ物がなくなったと、うん、でその時に生きてた人が、共食いをしたと、はい、で最後もう沖縄の人が、うん、まあその一部の集落で、まあ、10人か100人かわからないですけど、うん、そのぐらいの数になった時に、はい、その人たちが死んだんですけど、うん、魂がその汚れ切って上に上がれなくて、はい、うん、一生この地上をさまよう存在になったと。なるほど。で、その裸の湯たちが、はいはいはい、まあ、神様に化けたり、神様に化けるんですね。マジムンの元になったんではないかと。なるほど。で、現在もいろんな歌木とかに封印されてるものがいるっていうね。まあ一種の都市伝説ですけど、なるほど、そういうこと言ってる歌さんが結構いますね。あ、なるほどですね。それがじゃあ元祖というか、その時できた者たちが今、沖縄に散ってると。そう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 。封印が解けたと。
でね、これ怖いんですけど、はい、その人たちが言ってることが、例えば山の上で、いきなり潮の匂いがすると。潮風とか。潮風の、はい。よく漁港とか行くと、船虫とかがいっぱいいるところ、網とかが置いてあるところに、なんかその、腐ったような塩の匂いみたいな混ざった。生臭い塩の香りですね。ね、はい、あれが全く海から遠いところで、その匂いがすると、裸の湯がいると。で僕実際あるんですよ。あるんですか？あるね、北部の山登った時に、すっごい塩の匂いがしたんですよね。結構内陸だったんですけど。あ、そうなんですね。じゃあいたんじゃないですか？で、お墓がありましたね。上に。古墓と呼ばれているね。口が開いて中の骨が見えてるような墓があって。ね、その時にね、一緒に行ったスタッフが、こけて怪我したんですよ。いやー、また。で、その時に、ほんと塩の匂いがして。ああ、もういますよ。もう確実にいますよ。ね、だからね、はい。だからちょっと僕、この裸の湯っているんじゃないかなと思って。います。います。います。もう、かんこ鳥のようで認定します。います。最近なんか変な匂いしましたよね。そう。この辺もちょっとかぐわしい匂いがしてますから。多分トイレが詰まってるだけだと思うんですけど。まあ、なんかね、そういう匂いから来るものってあるみたいですね。うん、なるほどね。もう塩漬け担々から、はい。人肉、食の話ですか？そうですね。ちょっと飛びましたけど。まあ、こういう、面白い、怖いお話がある沖縄海胆大膳。はい。これは竹さんの本。皆さんぜひ、手に取ってみてください。はい。今夜のお相手は神崎仁志と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。